選挙、選挙、総選挙。この選挙という迷宮は謎だらけ。ここに入り込んだものは数々の試練を乗り越えなければならない。でも心配は無用。これを見ればもう大丈夫。林美咲と学ぶ、もっと教えて総選挙。え、ここって国会議事堂の上空？なんで私こんなところにいるんだろう。首都東京の上空よ。気分はどう？いい眺めでしょ。わっ、美奈代先生、いつの間に。まあそうですけど、まあでもあまり真上から見たことがないので面白いですね。さて今回のお題はこれ。各党は何を主張するの？確かに何を主張しているのか知りたいです。これが各政党の主張よ。先生、どっからそんなパネルを。私にはできないことはないの。さあきちんと主張を見ていきましょう。自民党は安倍総理がアベノミクス解散と言ったように、アベノミクス、今の経済政策が正しいのか間違っているのか問おうとしているの。自民党は今の政策が正しいという主張だから、それに合わせた経済対策を訴えることになるわね。そうなんですね。同じ与党の公明党はどうなんですか？基本的には同じよ。特徴的なのは消費税を上げた時に一部の生活必需品の税金を軽くする軽減税率の導入を求めているところかしら。消費税と同じ時期に導入を検討というニュースを見ました。そうね。で、一方の野党の民主党は安倍政権の経済政策は間違っていると訴えることになるわね。あ、真っ向から反対ということなんですね。そして維新の党は身を切る改革、つまり国会議員の定数削減などを訴える。次世代の党は自主憲法の制定を、共産党は消費税反対、生活の党は国民の生活が第一だということ、社民党は集団的自衛権の行使容認反対ということが柱になるかしら。各党とも経済だったり安全保障だったり憲法とそれぞれ違いますね。そうね。幅広く自分たちの主張を選挙戦では展開することになりそうね。なるほど。先日の ANN の世論調査では支持する政党で自民党が3割あるんだけれど、支持なし、わからないなどと答えている人が4割もいるの。この4割がどの政党に入れるかが焦点になるかもね。私たち有権者も主張をきちんと聞かないといけないですね。投票に行く前には新聞に選挙公報なども出るから、そういうものも参考にして選挙に行くのもいいと思うわ。ネットでも主張など見られますもんね。よし、これから投票までに勉強しなきゃ。美奈代先生、一緒に勉強しません？ちょっとこの後取材があるのよ。ごめんなさい。本当ですか？でもすごいな、憧れます。あなたもちゃんと勉強しないと選挙マイスターにはなれないわよ。ではごきげんよう。はい、ありがとうございました。次回はいよいよ最終回。皆さん、レッスン7でまたお会いしましょう。